死神のバラッドは電撃文庫から刊行されている長谷川圭介のライトノベルである。また、これを原作として、ラジオドラマ、漫画、テレビアニメ、テレビドラマといったメディアミックス展開作品の総称。略称は死神、死に、バラ、バラッドなど。原作のイラストは七草。2015年11月時点で、 累計発行部数は130万部を記録している。電撃文庫マガジンプロローグにより、死神のバラッド、アンノオンスターズが連載されている。1話ごとに主人公の違う短編集の形式を取り、死神の桃とその、使い間ダニエルがどの話にも共通の狂言回し的な役柄で登場する。エピソードを超えて短編同士がリンクしているものも多い。 短編同士のつながりを匂わすかのような描写がたびたび用いられている。以前登場したキャラクターの再登場であったり、共通ワードが多用されていたりと様々ではあるが、描写そのものがわかりやすく書かれているため見落とすことはほとんどない。詳しくは別項目参照。また、以下のように様々なメディアミックス展開が行われている。ちなみに、 テレビアニメテレビドラマいずれも前番組は本作と同じく電撃文庫作品半分の月が昇る空である冬の遊園地スノーリバース昨日と明日のそこら辺と関連街人たちの遊園地君が歩く堀の上居眠り日目と月曜日のピカピカと関連テレビ東京にて2007年1月8日から3月26日まで 毎週月曜26時26時30分に放送。1クール前週にはドラマの放送が終了した後 DVD 化された。なお、電撃文庫としては半分の月が昇る空に続くテレビドラマである。ありがとうございます。